あ、こう見えたね。野人のダウンまで取るかはめちゃくちゃ諸説あるんだけど、あのイキリ解読具合はダウン取った方がいいね。いや死ぬって、死にますってお兄さん。それはあなたの胸像、今こっちが握って生殺用だったのに取られてんだよお兄さん。いやいいの、いや僕はいいよ全然。別にだってこの後だって野人釣れるんだから。ナイス。僕はいいですよ全然、野心釣れるからだって。この後あのこれ解毒色あるあるだって本当に、あの特にあんまり使われにくい解毒色、傭兵とかオフェンスとか野人とか、あのジョゼフが裏でその競争を縛いてる時とかもだから逃げないんだよね。都会の鳩やもう近くにハンターいるけど全然逃げないみたいな。別に都会の鳩はいいですよ。そら都会の人襲ってこないから。でも今やってるのはその、命をかけたゲームなんで、これは。襲ってくるわけじゃないですか、ハンターもさ。よっと。え？なんかワンパンやん、炭鉱。都会の鳩の話しとったら傭兵の体力ゲージ見てなかったけど、傭兵じゃない炭鉱、炭鉱の体力ゲージ見てなかったけど、ワンパンだった今。なんか鬼没撃っちゃったわ、ブルだと思って。あもう脱落しちゃったよこれ。逃げましょうちゃんと、ジョゼフが近くにいるときは。え、これ心理は？来てる。来てない？揺れてないけど、来てはないのか？あ、来てた。あ、でもこれ難しいね。来ないといけないよ、でも。無理だね。こうなるともうワンパンなんで、この後ね。昆虫学者はどちらへ？あ、でもハッチここだ。じゃあ、もう別にキャンプしとってもええな。あ、いるいるいる。うん、いたわ、あの反対側。ナイス。
なのでもう都会のハトムーブはやめましょう。僕との約束です。